食った食った、おっしゃ食った、おっしゃ、おっしゃ食った、食った、食った、食った。でも本当にこれ車エビだったりして、はい、潮が引いたね、海辺にやってきました。大分県に来たらね、一回やってみたい釣りがあったんですよ。まずはね、それの餌を探します。こういう石をひっくり返すと、ほらいました、カニですね、ちっちゃいカニです。ほら、まあ毎度おなじみのやつですね、イソガニとかイソヒラガニですね。夜のね、海って面白いんですよね。あ、これはおなじみクサフグちゃんですね。すごいな、この辺の海域は栄養が豊富なんでしょうね。めちゃめちゃカキがついてる。あとね、なんかカワニナみたいなちっちゃい貝もいっぱいいるんですよ。うわ、でっかいモクズガニいるじゃん、ほら。でかっ。あ、こっちにもいる、ほら。2匹。なんか小魚もいっぱいいるし、大分は都会だけど、街中でも海が豊かですね。見て、ほら。大きいエビがいる。クルマエビみたいなやつ。本当にこれ車エビだったりして、なんか魚、これ何、シロギス、シロギス、それかあれかな、白くないから、え、ギスっぽいけどな、珍しいやつじゃないの、青ギスじゃないの、これもしかして違う、ほらほら、寝てるんでしょうね。網があったら一発で捕まえれそうです。そんなに大きいのいないんですよね。親指のこの関節部分ぐらいのカニが多い。はい、結構ね、たくさん取れました。こんだけあればね、結構持つでしょう。じゃあこれでね、明日釣りに挑んでみましょう。よし、忘れ物はないかな。よし、行こうかな。これで終わりかな。お、着きましたね。あ、低い。はい、よし、ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は大分県の沖堤防にやってきました。で、今日ね、ここで狙うのは、コブダイです。でね、最大ね、15キロとか10キロとか15キロとかね、大物が釣れるみたいなんでね、今日はね、頑張っていきたいと思います。でですね、今日一緒にですね、釣りをしていただく方、宮崎のね、大仁別釣りで知り合った山品さんです。昨日ですね、急に大分で釣りがしたくなって声をかけたらですね、付き合ってくださいました。ということでね、今日は一緒に釣りを楽しんでいきたいと思います。山品さんはね、アイマのテスターさんなんですよ。で、今シーズンあれですよね、大仁別釣りで1日で130オーバーを2本釣ったという凄腕のね、アングラーさんです。伝説のね、すごい運持ってます。あれでもすごかったですよね。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、餌なんですけど、
山科さんはね、このバナマイエビとかあとはこの牡蠣ですね、牡蠣をね、用意してくれたんですが、まあ、僕はちょっとね、あの昆布大釣りって言えばこのやっぱ牡蠣とかあのエビとかでやるっていうのが一般的なんですけど、僕はねこういうところに来てやっぱりこの、まあ、僕といえばねこのカニなんで、カニがね通用するのかどうか、どれぐらい反応がいいのかどうか見てみたかったんでね、僕は、基本的にはカニでやってみて、それでね全然当たりがなかったりとか通用しないなということが分かったら、こっちのね、従来の餌というか、オーソドックスの餌でやってみようかなと思います。で仕掛けですね、仕掛けは、簡単なこの虫ヘッドパワーとこの虫パフックっていうね、まあアシストフックですね、これをつけて、カニでねやってみようと思います。はい、それでカニはねこの足の付け根とかこの端っこの方ですね、真ん中の方を刺すとすぐにね弱ってしまうんで、なるべく端っこの方に刺して息のいい状態でね使うっていう感じですね。こんな感じでやってみましょう。さっき船長さんに教えてもらったんですけど、こういう堤防の切れ目とかスリットが入っているところをね、なんかコブダイは縄張りにしてるらしくて、こういうところを狙うといいって言われました。よし、じゃあこの足元に落として、結構深いですね。であとは着底させて待つだけですね。カニはそのエビとか貝みたいにそんなに匂いが出ないですからね、そういう意味では魚を寄せる力は弱いだろうし、こうたまたま見つけてくれないと食わないっていう意味では分が悪いかもしれないですね。ちょっと僕旅立ってきます。了解です。カニは匂いがあんまないから動き回って魚こっちから探した方がいいのかなと思って、寄せるよりはこっちから探すかなと思ってちょっとやってみます。お、ここ良さそうですね。こういうほら段差になってる他と変化のあるところをね狙ってみましょう。今回これいつも使ってるプロトロットなんですけど、あの2本、実は2本というか2タイプあって、柔らかいものをね持ってきました。穂先だけ柔らかいタイプですね。多分こういう釣りをするときには穂先が柔らかい方がいいと思うんですよ。こう食い込みがいいんで。でもこのバットは強いんで、まあ大物にも全然耐えれると、それをね検証したいんですよ。周りでアジとか狙って浮き釣りされてる方いらっしゃるんですけど、みんなねなんか魚釣れてる感じしないですね。まだ今なんか魚動く時間じゃないのかもしれないですね。お、あ、なんか当たってるぞ。あ、やられたな今。多分取られた。ほら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 、餌ないですよ。ここはいる、ここはいるかもしんない。まあコブダイかわかんないですけどね、割と小さめのカニを使ってるからすぐも食ってきますからね。でも今のあたりはちょっと怪しかったぞ。クタ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 、今当たったな。当たった当たった当たった。なんかつつかれてるよ。上げてみる一回。まだ引き抵抗的にはカニついてるけどな、無事だな。なんかツンツン疲れた感じはあったんだけどな。今小物かフグとかがいいのかな。早々の裏切りで当たります。バナメイエビ、バナメイエビに変えたんですか。もう食われてますね。やっぱ変えたらすぐ当たりました。ワンホール。あ、やっぱエビなんだ。今回ちょっと奮発して頭突きにしたんですよ。あ、そしたらワンホール。はい、ちょっとねカニで当たりがないので一旦ねエビでやってみます。魚がいないのか食わないだけなのか。よし、じゃあちょっとこれでね試してみましょう。なんか食ってるな。あ、なんか食ってる。当たってるんだよな。当たってるんだけどなんかフグっぽいんだよな。エビだったら速攻来るかと思ったけどそういうわけでもないのか。
魚が少ないのか活性が高くないのかどっちだろうか。いや厳しかったですね。当たりなし。当たり1回だけ。1回だけ。コブダイっぽいのは朝一だけ、結構厳しかったですね。ゆっくり食べような、どうぞ。おー、すげー、すごーい。大分名物鳥天でございます。僕は旅人です。はい、今日は初大分で、はい、いただきます。お尻ずれたけど大丈夫か。はい、これも一つ目です。ちょっと頑張ってな。ありがとうございます。よし、じゃあカニでやりますか今日も。あ、結構でかい。あ、今日これ特大、これ特大サイズのカニです。昨日の夜どれですか。昨日の夜どれです。さあリベンジ戦やっていきましょう。今日こそ釣りたいな。とりあえず足元に落として、まあ、基本やっぱ足元の底なので足元に落として待つという釣りですね。あちこち探り歩いていきましょう。はい、ちょっとねカニ当たりがないんでエビで、まずねやっぱ1匹釣りたいんですよ。1匹釣って本当にいるのかっていうのを確かめたい。でそれが確認できてからカニでやってみようかな。あ、やっぱエビに変えると風かなんかのちっちゃい当たりは 出ますね。コブダイっぽいゴンゴンっていう強力な当たりではないな。よし、なんか食った、なんか釣れた。あー、バレた。フグっぽいな。エビでやってもカニでやってもあんま変わらない気がするんで、やっぱね僕はカニで釣りたいんでカニ持って乱眼します。どんどんこう落とし込み落とし込み探っていきましょう。2匹付けでアシストフックの方にもう1匹付けてちょっと目立つようにしてみましょう。アピール力高めで、なんかカニはね目立たない気はするんですよね。あんま匂いもしないだろうしな。でも話によるとイシダイもいるらしいのでダブルで狙いながら行きましょう。魚がね見つけてくれたら食うと思うんですよね。そんなに躊躇なく食ってくれると思うんだけど、日がねこっちから照ってて、こっちはねその堤防の際、そうだな 5,6 メーターぐらいのところはね影になってるんですよ。だからね、まあ、その浅まずめの活性が続くってわけじゃないと思うけど、そんなところあると思うんですよね。暗くなってるんで全然魚が釣れないんで髪を切った話をしようと思うんですけど、あの見ての通り髪切ったんですよ。切ったというか切りに行く時間が全然なくて、編集とか釣りとかばっかしてて、で相棒の家に行ったわけですよ。帰った時にね、切りに行く暇ないんだよねって話したら、うち切ってあげようかって言ってくれて、で何で切るのかなと思ったらまさかのバリカンを取り出して、結構髪長かったんですけどバリカンで全部仕上げたんですよね。それでね結構チンチクリみたいな感じにはなりました。まあでもなかなか髪切りに行く時間なかったんでね、切ってもらえてありがたいですけどね。おお、なんか食った。カサゴだ。カサゴちゃんでした。カサゴよくカニ食うんですよね。バイバイ。カサゴ、人生はカサゴなんだけど、今はコブダイが釣りたいんだよな。なんかいい当たりしてんな今ここ。なんかいるな。
お、カニがやられてますな。あ、でもフグっぽいな。ちょっとかじられてるな。まあでも貴重な当たりだ。ちょっと集中してやってみましょう。ここもしかしたら石台とかかもしれない。そうですよね、魚釣りって気合い入れてるとき釣れないんですよね。なんか気が抜けてこうやって喋ってるときとかに来ますよね。ね、一番来る。そうなんですよね。だからやっぱりいつもゆるく行こうって言ってね、ゆるくやった方がいいですよね、釣りは。はい、なかなかね釣れないんでいろいろ試してみます。まずね、ジグヘッドを 20g から 15g に軽くします。でその方がね、多分餌をふわっと沈めれるんで、ナチュラルにこう沈めれるんで食いがいいかなと思ってちょっと軽くしてみます。で朝はね結構波とか風が強かったんで、重い方がいいと思ったんですけどね、今はだいぶ落ち着いたんでこれでねやってみます。カニはね、底に沈んじゃうと地味ですし、あとあんまりこう匂いもね発しないかなと思ったんで、ちょっとねたくさんつけてみました。4匹贅沢にね、アシストフックとメインのフックとね、メインのフックはちょっと大きめのカニをつけてね、やってみます。まあナチュラルかどうかは分かんないですけどね、目立った方がいいかなと思うんで、これでねやってみようと思います。今なんか当たった？お、当たった。当たった。お、食った。食った。おっしゃ、食った。おっしゃ。おっしゃ、おっしゃ、食った、おっしゃ、でかいぞ、ほら、うん、くそ、開けるか、おっしゃ、うん、やばいやばい、おっしゃ、開けるか、ほら、おっしゃ、上がった、よっしゃ、よっしゃ、来た。粘った粘ったよいしょ。おっと、バラすなよ、バラすなよ、ほいほいほい、入れ、よっしゃ、入ったー、よっしゃ、取ったー、よっしゃ、粘った、はい、やっと釣れました長かった、重さはね5キロぐらいでした。測ったら大きさはねこれから測るんですけど、70センチはないかな、65センチぐらいかな。まあなかなか僕にしては、まあ、コブダイ最高記録っていうところでしょうか。やりました。70センチギリないぐらいですか、68、9ってとこですか。69センチ。まあ僕の中ではコブダイ最高記録ですね。これねめちゃめちゃいいとこかかってるんですよ。ここでしょ、アシストフックがここでしょ、でもう片方のフックはねここでしょ、両方まあ勘抜きって言っていいか分かんないけどバレにくいとこにかかってるんですよ。あ、でも皮1枚かな、こっちは。よし、ちゃんと血抜きをして美味しくいただきましょう。
然いい。はい、ではね、釣ってきましたコブダイ、さばいていきましょう。鱗はね、しゃもじで取ると取りやすいんで取っていきます。ぬめりがね、すごいですね。前にね、この魚を車の中で調理した時は本当に大変だった。頭がでかい、唇が分厚い。これはでかいから東京にも送ろうかな。やっぱこれ胃から出てくるのは牡蠣の殻かな。なんか貝殻ばっかりですね。歯がね、見てください、ほらすごいでしょ。なんでここにも歯があるんですが、喉の奥にも咽頭歯って言って、そうだな、こうすりつぶすような構造になってる歯がね、あるんですよ。鯉とか船にもあったんだったかな。あの鯉もタニシとか食べるんでね、あの咽頭歯があります。結構ね、咽頭歯がある魚はあのコブダイ以外にも多いです。お腹の中見ても分かるように、沖堤防にはあんまりカニとかいないんだろうな。だからやっぱ貝類とかの方が強いんだと思います。で、大体ね、やっぱあのコブダイ狙う人ってあのかぶせ釣りって言って、あの牡蠣を餌にしてやる人が多いんですよね。だからカニはね、ベストな餌じゃないと思います。あのやっぱ貝類ですね、特に牡蠣でやるのが多分一番いいんじゃないかな。よいしょ。はい、さばいた身はこんな感じです。身はね、すごい綺麗ですね。で、コブダイってその冬のコブダイはね、僕食べたことあるんですよ。で、それはね、結構美味しかったです。コブダイはね、夏とか水温の高い時は結構ね、臭いと言われているのを聞いたことがあって、であんま美味しくないって聞いたんですよ。で、この時期はどうなのかなと思ったんでね、ちょっとね、食べるの楽しみですね。今んとこね、その特別臭いっていう風には感じないですね。結構ね、さばいてると脂を感じるんで、このお腹の部分の身はね、お刺身でいってみましょう。はい、皮の裏はね、こんな感じ、すごい綺麗じゃないですか。でね、やっぱりちょっと脂をね、感じますね。ほら、テカッとしてる。これはね、結構美味しいかもしれないですよ。やっぱり一番味が分かるのはお刺身だと思うんで、お刺身でいってみましょう。こっちの皮付きの身には塩コショウをね、全体にまぶして20分置いておく。20分経ったら水気を取って、で、小麦粉をまぶす。フライパンにオリーブオイルとバターですね。昆布だよ、皮の方から焼く。最初ね、ちょっとこうやって押し付けておかないと皮が反ってしまいます。端っこでブロッコリーを焼きましょう。
はい、ではいい感じに焼けたらね、お皿に取り分けます。はい、じゃあこのフライパンにね、バターをたっぷり入れて、ですりおろしたニンニクですね、で塩、そして白ワイン、少し煮詰めればこんなもんでしょう。でソースをかければ、それでは周りにね、キャンパーさんもいらっしゃるんで、ちょっと小声でね、いただきます。まずね、お刺身からいこうと思うんですけど、山品さんが大分のね、おすすめの醤油をね、くださいました。これでね、いただいてみようと思います。さあ、昆布鯛のお刺身、お味のほどは。あ、結構ね、醤油にふわっと油が浮きますね。これはなかなか、ほら、油が浮いてる。いただきます。臭みとかね、なんかそういう変な癖は全然ないですね。普通に美味しい。うん。でね、皮の裏のところにね、油があって、そこを噛むとちょっとそこ硬いんですけど、じゅわっと出てきてね、油が美味しい。いや、ちょっとね、刺身がうますぎてパクパクいっちゃいましたね。じゃあ次はね、メインディッシュいきます。こちらはね、仕上げにこのソースにレモンを追加して、レモンバターソースですかね。ではソースをね、たっぷりつけまして、いただきます。うん、皮もサクサク。あのね、かなりうまい、かなりうまいです。皮のね、臭みは全然気にならないです。で、肉質もね、程よい柔らかさでね、うん、かなり美味しい。白身魚の中でも結構うまみ強い方だと思いますよ、これ。で、このね、付け合わせのブロッコリーがまたいいんですよね。うん、うまい。この料理はね、白ワインで文句ないでしょう。それでは白ワインで乾杯。ブロッコリーうまいな。うん、こういう料理ね、アスパラもいいんですけど、ブロッコリーいいですね。どっちの料理も美味しかったんですけど、このお刺身の美味しさがかなり衝撃的でしたね。うん、噛んでるとね、こう魚の脂の旨味が口いっぱいに広がって、で飲み込んでもなおこう余韻があるような感じ、わかりますかね。かなり美味しいですよ、本当に。まだね、ムニエルが2切れ残ってまして、実はね、イングリッシュマフィンをね、買ってあるんですよ。さあ、外がね、カリッとこんがり焼けましたら、中にマヨネーズを塗ります。で、たっぷりレタスを挟んで、トマトを挟んで、で、ムニエルをドーンと。さあ、できました、即席昆布鯛バーガー、いただきます。スーパーのパンコーナーで思いつきで作ったにしちゃいける。ち
ょっとね、今日は作りすぎました。お腹いっぱいです。これはね、明日の朝またマフィンに挟んで朝食にしようと思います。今日はね、ごちそうさまでした。Fuck.